今日ね、俺本当言ったら、梅田、オナニーの話やけど、今日梅田行ってね、それでいろいろタバコを拾って、この頃ね、梅田行こうと思ったらね、ここでね、やり出すんだ、セブンイレブン。で、そこの前おられるからね、じいさんがおりました。で、今日ね、給料日、あ、そんなん言えば、皆さんこれ言っても、もちろんできないけど、本っていうのはね、確かにね、7回読み、私、だから東大の人がね、本7回読みって言うとったんですわ。だからこれはね、もう、最低3回はちょっと読んどる。で、今日また読み返したらね、よかったけども、だから本は7回読みで入れますわ。で、今日のお仕事は、今日雨降ったんだね。で、傘じゃねえわ。タバコの線から行こう。3000円。まあそういうことで一回切る。以上。